時間となりましたので、えー、再開したいと思います、えー、6番目の事業につきましては米新市場開拓等促進事業でございます、えー、この事業につきましては三浦委員室谷委員上村委員亀井委員に議論にご参加いただくこととしております、えー、それでは、えー、農産局企画課から説明をお願いいたします はい、えー、よろしくお願いいたします。農産局企画課長の武田でございます。えー、私の方からあの米新市場開拓等促進事業について、えー、ロジックモデルを使いまして、えー、ご説明をさせていただきたいと思います。あのお手元一ページをご覧いただけますでしょうか。あのまあ現状課題あの左の上のところに書いてございますけれども、私どもあの需要に応た生産ということで今あの主食用米のまああの需要量がですねまああの、えー、まあ一貫して減少傾向にあるという中でですねあの今日、えー、まあこの事業で対象にしてございますので。 のは後に、いめている中でもあのお米のお米によるです、ね、作付け転換米粉用でございますとかあるいは輸出用を中心とした新市場開拓あるいは加工用米といったお米の転作の部分についてですね、ここにございますように実施、まあ、者ニーズに応じた低コス生産なり高付加価値化こういったものを進めるための事業を行ってございます。 下を、えー、見ていただきまして、まずインプットでございますけれども、えーまあ、110億ほどのですね予算額を用いまして、アクティビティのところにございます、今申し上げたように、こういったその米粉用、新酒を開拓用、加工用といったところは、ですね、まあ、主にやはりこうあの価格面でですねかなりこうその、えーまあ、試食に比べると低い価格を要求されるということでございますので、主に低骨生産をですねしっかり実現していくという取り組みを後押ししていくということでございます。アウトトプットといたしましまては こここにに書いいてございますようにこの低コスト生産の取り組みを進めるところとしてです、ね、今この指標の位置として掲げてございますように3万ヘクタール前後のです、ね、取り組みのアウトプットが生まれているということでございます。でこ,れがこれらがです、ね、その取り組んだ生産者だけではなくてその生産者がいる地域のです、ね、これ協議会という単位で取り組んでいただいてございますけれども協議会の中で,です、ね、こういったものをです、ねまあ、ひが広がりを持っていく。 まあそういう中で、またあのえこういったその実需の方々との結びつきも強めていただくというようなことをえまあアウトカムとして想定してございます。あの事前米業界の時にもですねあのご指摘いただいた通りこのあたりの,あのまあアウトカム指標現状はないわけでございますけれども指標の案としてえまあ協議会全体で,ですねあの同様の取り組みを取り組むですねあの生産者の割合なりをですねフォローしていきたいというふうに考えてございます。またあの中期的ななアウトカムとしててはは当該ですね取り組んででいるるああ生産者がいる協議会だけではなくて 全国の産地にです、ね、こういった取り組みが発給していくという,ようなことで、まあ、いくつか指標としてです、ね、まず代表的な指標としては米粉のです、ねまあ、専用品種、まあ、この中には多種性を持ったものもございますけれども、まあ、米粉の専用品種の割合あるいはこれももう少しこのあたりのアウトカムの指標の充実ということを事前米協会のときにもご指摘いただきましたので、まあ、輸出用とかあるいは加工用のところにもです、ね、効いてくる、まあ、特に低コストで一 一番ころとすこのあたりの割合の増加といったものをです、ね、アウトカムの中期の指標として立てたらどうかということでロジックモデルを修正でございます。またの、の長期のアウトカムというのは今まではこの中期まではではすね中期のアウトカムまではサプライサイド供給サイドののうの視点でですね物事を見ていくということでございますが最終的にはこういった取り組みが実需と結びついてマーケットが拡大していくということが重要だと考えてございます。 そういったことをですね把握するために指標さんにございますような、まあ、米粉用米の生産するマーケットのです、ね、増加としての米粉用米,米の増加あるいは輸出 のようにございます、まあ、お米なりパックご飯なりですね、あるいはあの米粉の関係の輸出の増加え、こういったものをですね、えー、まあ長期的なアウトカムとして、えー、把握をしながらですね、この事業を進めていきたい。で最終的には、えー、冒頭申し上げた需要によっては生産ということと、えー、まあ水田農地のですね有効活用というインパクトを生み出していきたいというふうに考えてございます。またた、えー、先ほど申し上げた通り、えー、まああのアクティビティィビ あるいはアウトプットあるいはえまあ短期のアウトカム中期のアウトカム、まあ、これを波及させていく当該取り組みを事業やった方たちだけではなくてそれ以外の方たちに波及させていくということを考えてございますのでこれまた事前勉強会の時に私どもが取り組んでいる、まあ、こういったものをこうあの事の業の中だけではなくてこう並走して取り組んでいるものちょうどそのアクティビティアウトプットアウトカムの下にこう 横長の近くであの農水省の取り組みというようなところを、えー、紹介してございますけれども、えー、こういったその、えーまあ、私どものこの事業以外の事業、あるいはこういった取り組みを行った結果のです、ね、有料事例、こういったものを蓄積、あるいはこういったものを発信していくことで、えーまあ、短期、中期、全国的にです、ね、広がっていって、先ほど申し上げた実際のマーケットのです、ね、拡大につなげていきたいということでございます。以上私からです、ね、米新市場開拓等促進事業の ロジックモデルについいいいいて説明を終わりりたたとと思まますはいえー、ありがとうございました、えー、本事業の論点としましては、えー、一つに長期アウトカムについて本事業で求める変容を波及していくような指標の設定を検討できないか、えー、二つ目として、えー、短期アウトカムとして対象となった生産者の変容を捉えるような指標を設定できないかといった 点が挙げられるかと思います、えー、それでは、えー、委員の皆様からご発言をお願いいたしますご発言のある委員におかれました挙手をお願いいたします上村委員お願いします、はい、えっ、ー、とご報告ありがとうございます関西学院大学の上村です 1>, あの1点目ですけどこの事業はあの実需の,のニーズに合わせるということがとてもあの特徴になってましてこの,あの取り組みはとても評価できるんですけどあのニーズに合わせることに対して何らかのコストが発生していませんかというのが質問ですそのコストが発生してるんだったらそれがボトルネックになってないかというのがこれが1点目の質問です2点目なんですけれどもあの米粉の生産量が指標の3になってまして R4 が4.6万トン えー、R5 が、えー、っと4万トンとなってまして、この、要はまあ減ってる、減ってるわけですね。で、それで指標の1に、術、えー、術者ニーズに応えるための低コスト生産等に取り組む面積がですね、えーっとまあ、これ、事前勉強会でも多分指摘したんですけど、R4 よりも R5、R6 とどんどん減ってるということで、おそらく生産する面積が減って、 えー、米粉の生産量も減ってきてしまってるっていうことなのかなと思ってるんですけれども、まあ、要はあの何でもそうですけど生産を増やして販売量を増やすば増やすほどなんかどっかで頭打ちが来るというふうに思ってるんですけどこれは米粉はもうすでに頭打ちになってるのかなっていないのかっていうことについてお答えいただければと思いますよろししくお願いします。 はい、あありがとうございます。あの実需のニーズまあ,あの品質面のニーズでありますと、あの先生ご指摘のようにコストが発生しているというところでございますけど、まずまあ,あのもちろんえっ、ー、と。 ここに、えー、アウトカムの中期で掲げているような米粉専用品種に切り替えていくとかですねそういうことで例えばあパンに向いている品種あるいは麺に向いている品種、まあ、そういったものを取り組むときに、まあ、その当然品種を切り替えますからそこに慣れていくための、まああのーまあ、コストというものは発生しているかもしれませんけどそれがものすごくボトルネックになるようなコストなのかというとそうではなくて、まあ、むしろ全体としてはコストダウンを、まあ、要求するような、まあ、そういったことの方がです、ね、ニーズとしては強いのかなというふうに認識してございます。 でまたあの、えーと、米粉用の,です、ねこのまあえー、マーケットの拡大とその生産の,その、まあ、面積の,この、えー、水位です、ねあ,のまあ増えて減っているような状態ということのご指摘でございますけれどもあの、えー、と指標の3のところを見ていただけますでしょうかあの、えー、と米粉用の生産数量の目標、えーのまあ、あ令和12年度の目標として私ども13万トンというところを、まあ、これマーケットを拡大させ,させていこうという目標を持ってございます。でじゃあ ここ最近こうえっと下がってたりするのはどういうことかって言うと、これは2つございまして、1つはあの生産拡大によってまあ,あの生産米粉用米の生産はしていったとだけれども、まだこう。商品開発とか置いて追いつく追いついていなくて、まあ短期的に少し在庫があの加算だというような事情がございます。もう1つはこれあの冒頭申し上げたように、この事業はあのまあ、主食用米のそのまあ需要量が。 減少していく中で、まあ、あの麦とか大豆とかの作付け転換も進めてございますけれども、えー、今日、えーまあ、この本題になっている、まあ、お米による作付け転換、まあ、お米を他の用途に用いていくということをやってございます、まあ、そういった主食用米とかですねあるいはあのー えー、他の、えー、麦大豆とかあるいはあのここには出,出てきませんけれどもあのお米をこう、えー、ホールクロップサイレージといって稲の素子量みたいなものを、えー、作っているところがございますけどもそういったものの全体のこの、えー、まあ需要の引きというか、えー、そういったものでやはり生産者さんもですねあの反作成け判断しているというところがあって少しこの、えー、まあ 短年単年で見ると、まあ、減少したりする時があるというようなこと、その相対の中でですね、策則が判断されている。ただ、あの全体の傾向としては私どもあの先ほど申し上げた、えー、最終目標13万トンをまずはですね、そこを目指して拡大をさせていこうという目標を立ててございます。はい,はい、わかりました。えっと現状ちょっと下がってますけど。 中長期的には上がっていくという見込みだということでよろしいですかあその通りでございます、あの私ども、えー、今年5万トン、6万トンというふうに、えー、と伸ばしていく、まあ、そのために、えー、と生産のほうもです、ねえー、後押ししていきたいというふうに考えているところでございまますはいわかりましたそしたら、亀、え、井、ー、委員、お願いいたします。 あのご説明ありがとうございました。またあの現地でもいろいろとあの実際に見させていただいてありがとうございます。あの論点と1と2まあ、これまそれぞれ大変こう関係性があるあの論点だと思うので、まあ、これについて少し申し上げますと、まあ、現状あのロジックモデルを拝見すると、まあ,あの生産の拡大それから輸出額の増加という形でそのま結果としての生産に着目してるんだと思うんですけれども、まあ、先ほどこれこれロジックモデルあのこの農水省の取り組み入れてみました。 っていう,ふうなお話があって私これとても良いロジックモデルの書きぶりだなというふうに思ってたんですがおそらくこういうことをやっていく中で現場ででなな変化が起ききているってことうは多分皆さんんんすでにお気づきなんだと思うんですよね、まあ、実際のところ先ほどのご説明でもありましたがやっぱりさらに価格低いものを出してくれとかあそういったご要請があったりだとか、まあ、いろんな仮説はあったんだけどもやっぱりここに絞られていくなとかでさらに言えば、えー、と生産者さんがいろいろと変わっていく。 もっとなんか新しい技術やっぱ導入しなきゃなみたいな形になっていくだとかあるいは仲間がいるとその仲間でくっついていくとかあーっていうような形でさまざまな変化を皆さん見てらっしゃるはずで生産者の人の変化組織の変化地域の変化 それから需要者の方でも、えー、人の変化組織の変化があるはずで今までは安ければいいって言ってたんだけども生産している様子を見ながらあやっぱりもう少しいろいろとなんかこういうことも言ってもいいのかなみたいな形に変わっていくでそこのたぶんか単にこれ結びつきうんんということではなくてその生産者や需要者がどう変わっていくとここで目標にしている生産量に行くのかっていう多分なんかストーリーがすごく大事になってくるんだと思うんです。ででそここは当然意識されててるるんんだととと思うんですすがロジックモデルって書くとややもするとこれ 数字の話ばっかりになっちゃうんですがそこの人がどうそれぞれ作っている人を受け入れる人それぞれがどういうふうに変化していくのかっていうところについておそらく皆さん見てらっしゃると思いますので目指すべき姿でいくときっとこうなるんじゃないかってことを想定しながらその人の変化組織の変化地域の変化を促していくような政策を後押ししていくっていうふうに考えていくと多分政策立案しやすくなるんだと思うんですね。っていうような形で考えていくと長期アウトカムは生産量1本でいくと。 お前できななかかったじゃないかアウトみたいな話になってしまうのでそうではなくていやここは追いついてきたんですが一方で。 え気候変動の影響でやっぱり最近やっぱりなかなか暑いとくてお米ダメなんですみたいなこともきちんと言えるかもしれないし更に言えばいや実はうまくいきましたの何でできたんだって言われた時にいやこれこれこういうふうに変わってきたからなんですってことがきちんと言えるようになるのであのそういうところをぜひ意識していただいてアウトカムを決めていただけたらいいんじゃないかなというふうに思いますま。そういう意味で論点1論点2についてそそれれれぞぞ答えるならばやっぱりそれ,ぞれについてて解像度がが高いそれもも皆さんが見てらっしゃるものをぜひここに書き落としていたただきたいんです。けれどもあの 定量的である必要はないので長期アウトとかもそういう人の変化組織の変化それぞれについて入れるそれから短期アウトカムもについても、まあ、既にね例えば作付け割合の増加とかってこれ要はやってる人たちの意欲が上がってるから作付け割合増加していくわけですよね。 ここれでやってていこうという確信が持てるみたいな話だと思いますのであのそこの,その人の心の動きだとか実際の行動の変化みたいなところがこう想像できるようなものをぜひあの示していただけたらいいんじゃないかなというふうに思いますのであのそういったところも皆さん見ていらっしゃるものもこう積極的に入れていくぐらいのつもりでやっていただけたらあのとってもさらにいいものになるんじゃないかなと思いましたがどうですかねいかがですかね。 はい、あ,ありがとうございますあの確かにです、ね、あのエピソード的なものにはなりますけれども、まあ、輸出なり、あるいは米粉なりです、ね、そういったものに取り組んでいくと産地全体で取り組んでいこうとかっていう形になってきております。でそうするとやはりこう品種も 1あの一つの品種だけでゃなくて組み合わせたりですねあるいはあのこの前、事前勉強会の時に申し上げたおりあの、まあ、オーガニックの要請が出てきたらじゃその部分をこう、まあ、地域まとめてやっていこうみたいなそういう動きが出てきてたりしますでまだ我々エピソード的なものとして捉えてますけれどもそこの中に、えー、今、ご指摘あったようなこう品種を変えるとかっていうようなことが、まあ、定量的にも終えるようなものそこをこう両面追求してあのこの前、正直事前勉強会の時に先生方からコードの変容を っていう時に、まあ、あのご指摘としては受け止めたわけですけどそこの言葉そのものとかをロジックモデルにしっかりと我々も落とし込めてないところがございましたのでちょっと今改めてあのあそういうことをご指摘いただいたのかということをあの認識しましたので、はい、ありがとうございます。 大変よかっったですあの2回目言ってみるもんだなと思いましたあのいや何が言いたかったかというとまさにそのエピソードベースっていうのがね最初これ EBPM が出てきた時に今まではエピソードじゃなくてこれからエビデンスなんだって言ったんですが違うんですよ。エエピソードもエビデンスなんですよただこれまで別に農水省に限らずこれ霞が関全体でやってたのは特に永田町向けの説明のところで「先生のご地元ではこうなってました」とか、まあ、その要はチェリーピッキングと言われるようないい事例だけをくあのこう見せるっていうのがそのこれは物事を見るときに政策 を見るるときに間違えるからエピピソーードベースははチェリーピッキングはダメですよっていうことを申し上げていてむしろエピソードをたくさん見てきているのが農水省の職員さんの強みなわけですからまさにそこでそのエピソードを積み上げてそれをまとめて見ていった時にあこういう傾向がやっぱ強まってきてるなってことをまた現地に返していくとかあそういう多分その情報の分析をして返すみたいなところに皆さんの専門性をさらに生かしていただくっていう意味で単に数字だけではなくてそのま,まさに人の動き心の動きそれ れから組織の動き、地域の動きって言ったところを丁寧に追いかけるってところは、これはもうぜひぜひノスシシャさんの強みですからしっかりやっていただきたいなというふうに思います。以上です。はい、えー、ありがとうございました。えー、続きましてムレア委員お願いいたします。はい、あのうありがとうございました。えー、っとあのまあ米粉についてはいろんな種類があると思うんですけれども、やっぱりまあ。 ほとんどの場合は価格競争力が圧倒的な大きなポイントになるというふうに理解しておりまして、まあ、現在においてもです、ね、相当の補助金を入れないとやっぱり産業としてのこう持続性というのは難しいということになってくるというふうに思っていますで。そういった観点からその米粉専用品種を導入してですね えまあ栽培復旧合わせてですね米粉の場合は製粉コストが相当高いというのが大きなネックだというふうに聞いておりましてまあそういうところのネックをまあ軽減していくとまた商品化またニーズまで踏まえたですねところまでいくとまあ一種のこう産業クラスターのような形であの追求していくっていうのがですね まあ一つななのかなといいう,うに思いますで一方で、まあまあ、そういう形ではなくてですね、えー、まあ全国各地で地域資源的なものとしての米粉っていうか、まあ、高付加価値型ってい,いうものもですね必要になるかと思うんですけど、まあ、そういったあの米粉の生産増とか、えー、産地の対応に,に実際にはこう、えー、は 違いがあそういうことで特に量産型のところにはかなり集約してコストダウンというような形でそういった中小期の流れを踏まえたようなアウトカムの設定というのが必要ではないかなというふうに思うんですけれどもなかなかそういうふうに言うと区別するってなかなか問題があるのかもしれないですけれどもそういった点についてはいかがでしょうか。 はい、ありがとうございますあのまさに先生ご指摘のとおりでございましてやはりあの製粉コストはですねなかなかこうその設備をフル回転させないあのやはりこう麦小麦粉の,あの設備はもう本当にフル回転をしているのに対してあの米粉はもともと和菓子用のお米粉をやられているようなあのそういった会社さんもありますけど、まあ、和菓子の,あの引き方もいろんな引き方があって機械設備がフル回転してないような、まあ、そんな業用業態が まさに小麦粉製品と、まあ、もちろんあの米粉と小麦粉では特徴が違いますので必ずしもそこを競合するというわけではございませんけれどもやはりこう同じようなカテゴリーで戦っていくときにはあのやはりこうフル回転させていくようなそういうようなことが必要になってくるということでございますでまさにそこのあたりはです、ね、先ほどの13万トンの,あの、えー、マーケットの話のときに、まあ、5万トン、6万トンという話を申し上げました。あの私どもこのの事業ととは別にです、ね、あの米粉の商品開発とか、 あるいはその商品開発の伴った製造設備に対しての支援も行ってございましてで、えー、それらの皆さんの、えーまあえー、と機械の稼働の最大化できる としていくと5万トン6万トンぐらいがここ数年のマーケットの目標ということになってございましてでそこに至るだけのです、ね、結構あの大手さん向けの商品開発とかっていうのも出てきてございますしあるいはあの大手のコンビニさんもまた再び注目していただいているというところがございます。あのそういったものもののの少しし意識してこのロジックの中にあの この事業はどちらかというとこうあの田んぼを意識したような事業でございますけれども、あの最終的なところはあのアウトカムはマーケットでございますので、そういったものも投影するような形にしていきたいというふうに思っておりますありがとうございました。はいえー、ありがとうございました、えー、そしたたそら えお話がされる前にちょっとひと言こう引き続きまあご議論をこうお願いできればと思っておりますけどもえ委員の皆様にはこう端末で用意してえいたいおりますコメント入力フォームにですね適宜入力をいただきましてえ例えばえ20分とか25分ぐらいまでにえ送信ボタンのクリックをお,お願いできたらというふうに思っております。 送信ボタンクリックの後にコメントを修正される場合は、事務局までご連絡をお願いいたします。そしたら、お待たせいたしました。ミューラインをお願いいたします。 ご説明ありがとうございます。あの2点、お伺いさせていただきたいと思っております。えっ、ー、と、まずあの新市場開拓まあ、米粉も含めてですけど、アウトカムについて、えっ、ー、と米粉よびえー、米パック、ご飯、米粉、米粉製品の輸出額の増加ということでございますけれども。 あのこちらも国内需要については限界にあるためにえっ、ー、とまあ輸出のみをこう焦点に当てているのかそうではないのかということを教えていただければと思います。えー、とあとはですねえっ、ー、とまあ米高含めてですねえっ、ー、とこう低コスト化を実現するにあたってかなりこうあの。 最近はあの細かい目盛りというかですね厳しいラインをか,かなり低コストで攻めていらっしゃるというふうに認識しております、えー、そういった時にこうあの地形とかですね気候と地域差であの低コストがしやすい地域しにくい地域というのがあるのかどうか全国くまなくこうあの こう広げていくというわけではなくてやはりこうピンポイントな攻め方の方が効果が出るのではないのかなってこうイメージをしてへの質問をさせていただきますよろしくお願いしますはいありがとうございますまずあの1点目のところでございますけれどもこの長期アウトカムのあのまあ米パックご飯米粉および米粉製品の輸出額の増加でございますけれどもあのちょっと米粉が入っているのであのまあ 両方が入ってていいるような形に、えー、まあ整理をしてございますけどもメインとしてはこれ、あの輸出を中心とした新市場開拓用の取り組みに関しての目標でございます。でえー、先ほど申し上げたようにトータルでいうと、まあ、あのこ,のここでいうとお米とかパックご飯の領域になりますけども、あの食用米の需要がまあ残念ながらですね、毎年まあ今10万トンぐらい減っているという中で、まあ、あの輸出をしていくという。 ことをまあターゲットにしているということでございますあのもちろんあの、えー、国内はですねあのまあ減っているとはいええー、まあまだあの6 0万トンから七百万トンの重要な規模がございますけれどもあの減ってるのは事実ですの、ね、でそこをですね、えー、こういったところに仕向けていくというところをまあアウトカムとして立てているということでございますまたあの2点目でございますあの8、えー、まさに低コスト化ーですねあの当然その、えー まあ平たい地域と、まあ、いわゆる中山間地域で比べますと、えー、平たい地域の方がやはり、えー、条件はいいわけでございますしあと、えー、まああの今日もあの話題にあったのかもしれませんけども。あのえー まあいわゆる基盤整備あの面的な広がりがこう、えー、一つの区画が大きい方あるいは、えー、と水路とか排水路が整備されているところこういったところの方が生産性はあのー、いいわけでございます。ですので、あのー、私どもこの作付け転換を進めるときにそれぞれの地域でやっぱり作物選択をいろいろ例えば、あのーまあ、これかなり地域特産品みたいなものになりますけれどもそば、あのーまあ、みたいなものをですね進めているところもあればそこはそこで支援 もしてございますでやはりこういったそのお米で、えーまあ、あの低コストを追求していこうというところはある程度こう面的な広がりがあったりあるいはあの先ほどの森谷先生からのご指摘があったようにこうちょっとこう量産型じゃない方の分野で,です、ね、あの少しこう特産品的な米粉とかです、ね、そういったところはあり得るのかなというふうに思ってございますけども総じていうとやはりこう地域差というものはあの低,低コスト生産においてはかなりあの色濃く反映されるものだと認識してございます。 わかりました。ありがとうございます。はい、えー。それでは、えー、上村委員お願いいたします。はい。えっと論点のですね一二についてですけど、論点の一についてですがあの長期アウトカムについてですけれども、あの米粉用の米のですね生産量の増加が掲げられていますけれども、よりあのえっと まあ本事業の求める変容をですねまあ捉えるっていうことはまあ本事業は多分生産者の変容を求めるということですのでこの米供用の米などをですね生産する生産者の増加というまあ生産者そのもののですね数っていうことをまあそれを増やしていくっていうことをここに掲げるといいんじゃないかなと思っていますただこれが長期アウとかもなるか短期なのかっていうのはちょっと議論の余地があるなと思ってるんですけどまあでもただ変容を捉えるという意味ではまあ生産者数っていうのは いい,のいいのかなと思ってます。であの、アウトカム自体は複数持ってもいいかまわないのであの、そういうことを考えました。で、論点2についてですけど、これは短期の、ごめんなさい、アウトカムが、えー、掲げられていませんがあの、先ほど私が申し上げたアウトカムを持ってくるか、もしくは、あの今あの、ロジックモデルにあるように、あの案として、えー、ニーズに応じた低コスト生産者の実現者。 まあ生産者の割合ですね。まあここが書かれています。これでもどれぐらいの数字になるんですかね。えっとそんなに大きいのか小さなのかちょっとわからないですけれども、えっとまあその割合を持ってくるのもまあ安としてはいいかなと思ってます。なぜななぜかというとこれあの一種 マクロを捉える指標が必要なのかなと思ってましてあのやはり生産者の中の、えー、とこれだけの割合っていうのをですねマクロ捉える指標,指標を一つ置いた方がいいかなと思うのでこれはあの賛成です。 はいいありがとうございますあの私どももあの今ご指摘の点を短期で置くのか中期で置くのかというところはあのあのあの少し考えなきゃいけないのとあとこれ、えっと、先ほどロジックモデルを説明したとき短期のアウトカムというのはどちらかというと私どもその波及の広がりは、えー、その取り組んだ生産者がいる地域という意味,意味合いで考えていますのえそれが他に波及していくというのを、まあ、中期のレベルで見ていくということなので。まあ それを中期にするか長期にするかというのはありますけれどもそ,のそこの地域とそ,こそれ以外のところという形で今の生産者の割合であったりあるいは取り組む協議会とかの割合あの数とかそういったものをですねこのロジックモデルに投影していきたいというふうに思ってございますで,なで今、じゃどれぐらいのどれぐらいのこう水準だとそれがいいのかというとまあ 究極言うと多分100%ということになろうかと思いますけれども実際、例えばですね今私どもがあのこの、えーまあ、あ事業で支援しているところは指標の一に出てございますように、まあ、3万ヘクタール前後ということになりますで、えー、実はこのカテゴリーでの作付け転換、まあ、加工用米でございます米粉用米でございますとかあるいはあの輸出用も含めた新種開拓用米トータルでいうと、えーまあ、6万から7万ぐらいの。 今作付け転換をして、まあ、ちょうど半分ぐらいはこの、えーまあ、事業で支援をしているということでございますでこれがこう、まあ、あの我々こう場所によってこうローリングしていくような形になるので実の積み上げとしてこの取り組みがどれぐらい蓄積していくのかっていうのをまあ あの全部を追うとちょっと大変なので実事例的にこう把握しながらですねあの先ほど先生ご指摘あったようなこの水準が急、まあ、究極級と100なんですけれどもその間の過渡期にどれぐらいの水準まで持っていけばいいのかというところをです、ね、追求していきたいなというふうに考えてございますあの本来ですよ今日までにそういうことが終わっていればよかったんですけどなかなかちょっとその整理があの力技が必要なところがございましたのでちょっと今日の段階ではこの、えー、修正ということになってございます。はい、はいありがととうございますえっとえっと 指標の案のですね分母っていうのはこれはあれですかえっ、ー、と全生産者っていうわけじゃなくてえっ、ー、と限られた生産者ということでいいですか確認ですはいあの私どもがあのここで書いてるものはそのまさにえっ、ー、とこういったその削減転換に取りあえっ、ー、とこの短期のアウトカムのところはですねえっ、ー、とこの削減転換に取り組む地域をこの地域の地域におけるこの削減転換に取り組んでいる、えー、中での、えー、が分母ですねですので。 例えば、えー、違う作付ス店が例えば麦とか大豆とかをやられている方は入らないということになりますわ、はい、かりました、えー、取り組んだんだけど低スコストが実現できなかった人たちがいるわけですよね、そこがだからアウトかもわ、ね、かりました。はい、他にありますでしょうか それではなければ、えー、質疑、議論のこう終了をこうさせていただきたいと思います、えー。コメントを送信いただいていない委員におかれましてはコメントの送信をお願いいたします。 ちょっとまだ時間がありそうなのであのいいですかはいえっ、ー、とじ実需ニーズのですねマッチングっていうのはこれは各えっ、ー、と農家さんが自,自身に取り組まれているのか農せしさんがなんか指導されているのかどどんな感じですかあのまずあの 個々の農家さんというよりは、まあ、この農家さんが作ったものを集荷するまあ事業者さんがございますので、まあ、その事業者さんの営業活動の中でやっているというのもありますけれどもあの私どももあの、えー、それぞれこう特に実需の皆さんが、まあ、あの先ほど先生にもご指摘いただいたように少し今あの生産量が減っている。 ううよな中ではやはやりこう産地を紹介してくださいという形が多いございますのでそうするとこう取り組んでいるところでもう少し増やしてみませんかというような形をです、ね、私どもの,あの,ちあの地方の組織もえ使いながらです、ね、あのまあえ時にフェイス2フェイスでやらさせていただいているというところでございますわかりました、これがいいのはやっぱり価格が安定するということなんですかね、どうなんでしょう。 はいあのまあ、一つは、売り先がしっかり、まあ、あのもちろん先ほど森保先生からご指摘あったようにこう、まあ、支援があっての、まあ、作付け転換というところではありますけれども、まあ、一つ、売り先が安定をしてその えまあ生産の計画が立てられるというところあともう1つはやはりお米での作付け転換ということになりますので、まあ、今持っている機械装備とかも含めてですね利用ができるというところ、まあ、そういう中でこう、まあ、5年、10年続けられればですね安定していくというところが1つのチャンポイントだと思っております。 えー、それでは、えー、委員の方々のコメントの結果が、えー、まとまったようでございます、えー、委員の皆様は、えー、端末上の Teams の画面から取りまとめコメント案をご覧いただきますようお願いいたします、えー、それでは、えー、三浦委員より発表をお願いいたしますでは取りまとめコメント案を発表いたしますまず論点1長期アウトカムについて 本事業で求める変容を波及していくような指標の設定を検討できないかについては、次の意見が出ております。中期アウトカムまでは低コスト化に重点がある。一方、長期アウトカムにおいては、市場の開拓、需要の増加等、生産者の経営規模等、多数の要素が影響しており、低コスト化のみでは実現しえないことを踏まえる必要がある。 長期化アウトカムは指標んとして米粉羊米などの生産量の増加が掲げられているが米粉羊米などを生産する生産者の増加とすることも考えられないだろうかその方が生産者の変容を捉えることができるただしこれは長期なのか短期なのかは議論の必要があるだろうなおアウトカム指標は複数持てばよい 米粉の普及については、価格競争力が決定的な要素であり、その観点からは、品種栽培、成功、商品化までの産業クラスターとして取り組むことが重要であろう。他方、地域資源として、付加価値を追求していく方向もあり、どちらを目指すのか、 地域ごとに実質的に選択し、集約化していくことを長期アウトカムに反映させていくことが必要であろう。単に生産量の拡大だけを見るのではなく、これを担う生産者、人、組織、地域、需要者、過去、人、地域、あるいはその関係性がどのように変容していくと目指すべき姿が実現するのか、そういった点をイメージした長期アウトカム、 必ずしも定量的である必要はないを検討すると、その事業の目指すべき方向性について、より解像度の高い形,が形で検討が進むのではないか。論点に短期アウトカムとして対象となった生産者の変容を捉えるような指標を設定できないかについては、以下のコメントが出されております。 個別の生産者レベルにおいては失敗事例があることも考えられるところ、授業全体では失敗事例や原因を生かすことができれば貴重な事例となる。短期アウトカムが設定されていないため、設定が必要である。指標案として、実需者ニーズに応じた低コスト生産等を実現した生産者の割合が示されているが、これは短期アウトカム指標として望ましいと考える。 生産者、実需者、地域が産業政策として取り組むのか、または地域政策的に取り組むのかによって違ってくると思われる。低コスト型と高付加価値型で産地の在り方や普の仕方などで短期アウトカムの設定が異なってくると考える。これも論点1と同じ問題意識で考えていくべき。 まず、それぞれのアクターにどのような望ましい変化が起きるのか、実際の改善例をよく見ながら、すでに中期アウトカムで作付け割合の増加などもありますけれども、あるが、生産技術のさらなる獲得や、仲間のつながりの拡大など、定性的な項目も含めて、産地と実需者の結びつき以外の要素もさらに加えてはどうか。 というご意見がありました。これでよろしいでしょうか。ご意見がなければそのようにいたします。農林水産省は本取りまとめ結果を尊重の上、事業内容の改善に向けた検討をお願いします。それでは、えー、進行を事務局に戻します。はい、えー、ありがとうございました。えー、以上で本事業につきまして、えー、議論を終了させていただきます。 これで予定していた全6事業の点検はすべて終了いたしました外部有識者の皆様におかれましては長時間にわたり農林水産省の事業に関する貴重なご意見をいただきありがとうございましたあの心から感謝申し上げます本日皆様方からいただいたご意見につきましては来年度の予算の概算要求でございますとか 各事業の執行にしっかり活かしてまいりたいと思っております以上で令和6年度農林水産省行政事業レビュー公開プロセスを終了いたしたいと思いますありがとうございました